岡山やっぱやってるとちょっとやっぱゆるさが出てるねっていう。今日ね、たまたま通りかかっていたらとんでもないものを完全に破壊されてるということで、これどういうことなんですかね。なんか西側橋工事、セキュリティが話したさっきこれ17ちょっと今日はね、岡山の夜の街に来ました。自粛、まん延防止措置が解除されてから2度目の夜の街、2度目というか2週目ですね。ここね、ちらほら人が歩いてるんですけど、もう目的を持ってね歩いてる感じです。飲食店結構ざわついてたりしてます。でもやっぱり僕は大阪行ってたけど、岡山の方が結構飲食店やってるとこ多いね。うん、いや少ない、居酒屋さん閉まってたりとか、意外とバーとかね、岡山やっぱやってるとこ多い。うん、そう厳しいから岡山は結構緩いっていうか。ちょっとこっち側に行きます。そこは結構ね、賑やかな飲食店街。ちょっとなんか自由な空間でちょっとやっぱゆるさが出てるねっていう。でも明日ね、実はやっぱりいろんなイベントがあって、この岡山市内でもイベントがいろいろあって、だから多分その関係でもあると思うし、飲食店に直行してる人も多かったりとか。で、ここ新しくできたね、ここもね、新しくできた焼肉屋さんでございます。チェーン店なんですけど、この駅前にもできたという。これも変わってる、なんだっけ、名前が出てこん、はい、で、これ夜がね、週末の夜がこのランチ、15時からのランチがすごいお得ということなんですよね。今日はこれは県庁通りだったかな、県庁通りね。まあ、ここもイオンモールから県庁の方に2車線だったのが1車線になるんだよね。一車線だよね。まあ、なんかその歩きやすいスポット、なんかそういう目的で、結構ね、間隔が、歩道の間隔がね、広いんですよね。ここが両備の、ね、両備バス、こんな街の中に。昔このロンドンバスっていうのが置いてあったんですけど、いつの間にかなくなってたと。あったよね。あった。僕ずっとこの両備バスのイメージが入なくなってしまったっていう。みんなどこに向かって歩いてるのかな。でもたむろしてる人はそんなにいない感じで、なんか目的があってどっかに向かってる人が多いかなっていう。この辺からね、
下石公園にが見えてくるんですけど、入り口にね。だからこの辺とか朝になったら路上飲みじゃないんですけど、ゴミがねかなり散らばってたりする、ゴミロードというような感じになってるんですけど、ちょっとね荒れてたりとかするんですよね。ちょっとやっぱ真っ暗闇なんで、真っ暗闇というか他と比べてちょっと暗いので、今日ねたまたま通りかかっていたらとんでもないものを発見してしまいました。これでいいのかということで、どうしてもやっぱりそこをピックアップしていきたいなということで、来たわけなんですけども、ちょっとね見えますかね、左手に眩しい LED のライトが、見えるかなと。ちょっといつもではない看板というか、タイムズさんの駐車場なんですけど、ちょうどタイムなんとかなんとか町、はい、来ました。完全に破壊されているということで、以前も何度か、まあ、破壊されたのは見たんですけど、今回はまた2度目か3度目かな、かなり破壊されて、この下に壊れてるという。これ直したらかなりかかるかな、このオリジナルというか。高いだろうね、ちょっとね、まあ、酔った勢いで壊したのかなっていう。これですからね、どういう経緯で壊したのか分かんないですけど、ちょっとひどいなということで、まあ、こういうこともあると。ちょっとね、ショッキングな内容かなと思います。まあでもそういう環境になってしまったということなのかな、まあ、ここお酒あったの知ってるかな。知ってる、知ってる前アリババうん、なかなかやっぱこの街中にすごいよね、なんかあ、うん、なんかね、これ引っかかるよね。なんでこんなところに置いてる。コンビニでもいいけど、これはもうこの近くにある公園で飲めを促すような、うん、感じなのかなっていう。ちょっとね、怖いですね。はい、まあ、第2週目の岡山駅前をご報告しましたけど、やはりかなり気が抜けてるというか、ゆるさが出てるのかなと思います。まあ、これから先ちょっとどうなるかわからないですけど、ちょっとね予想がつかない、感じになりつつ、結構ねお酒の匂いがしますな。やっぱ通行人なのかな。なんか2年前か1年前かぐらいの、状態に戻ってるのかなという感じで。まあ飲んでもいいんですけど、まあ結構ね物が壊れたりとか、まあ、ゴミがあったりとか、そういうのがどんどん増えてきてるかなっていう。そうですね、まあ、ちょっとこれを見てね現状理解、把握していただけたらなと思います。今日はまあこんな感じで終わろうかなと思います。ありがとうございました。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。